ねえ、マリサ。なんだよ、霊夢。今回はどこを見ていく予定なんだい？今回はこの関東のとある地形を見ていくぞ。ほう、この地方のどこを見ていくのかな？それはこの辺りだ。おお、千葉県の北東にある地形だな。そうなんだぜ。ここにはなんという地形があるんだい？ここには九十九里平野という地形があるんだ。では、少し千葉県に近づいてみてみよう。このようにこの九十九里平野は、千葉の北東にある平野なんだ。なんだか四角い範囲が該当するんだな。チーバくんの後頭部が削られているみたいだ。そうなんだぜ。そして、この九十九里平野には地形的な特徴である、品帝や帯状に並んだ集落があるんだ。ちなみに品帝とは砂品の地形の一種となっているぞ。砂品の地形か。確か砂品の地形には、砂州や砂州などがあったよね。そうなんだぜ。砂品の地形については、この動画で解説しているので、ぜひチェックしてみてくれよな。でも、どうして帯状の集落があるんだろう。なんだか独特な場所だね。そうなんだ。ちなみにその一部を、空撮写真で見るとこうなっているんだ。確かに帯状になっているな。なぜこうなったかの理由はまた後で話すが、これには地形が関係しているんだ。そして、今回は九十九里平野のそれらの特徴などを、見ていこうと思うんだ。それは面白そうだね。この辺りは九十九里浜があって、サーフィンが有名だけど、その背後にある平野は、地形的に魅力的な場所となっている。ぜひ、この動画でその特徴を知って、旅に出るのもおすすめだぞ。ということで、早速始めていこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。九十九里平野の地形。まずは九十九里平野の特徴を、千葉県全体から見てみよう。この空撮写真で見ても、ここだけ少し様子が違うのがわかるよな。空から見てもわかる地形なんだな。一方で、標高図で見ると、このようになっている。おお、綺麗に一段低くなっている場所なんだな。そうなんだ。ここに下総台地があり、その東にあるんだ。千葉全体で見ても広範囲を占めているな。この平野の大きさは南北に約60キロ、東西20キロとなっており、千葉県の約 20% を占める平野となっている。そして、その地形は海岸平野で、日本最大級の砂浜海岸となっているんだ。一方で、高さはやはり低く、最高点でも10メートル以下となっているんだ。ぜひ高いところから見下ろしてみたい地形だね。ちなみに、地域で見ると、このようになっている。旭市、匝瑳市、山武市、東金市、九十九里町などの、多くの市町村にまたがる地形となっているぞ。ちなみに北には屏風ヶ浦という、これまた面白い地形があるんだ。この地形についても、いずれ紹介しようと思っているぞ。気になるなぁ。では、次に九十九里平野に近づいて、その特徴をさらに見ていこう。おお、近づいてきた。これが九十九里平野全体の空撮写真だ。西と様子が大きく異なるね。あと、遠くても海岸線に沿った地割りが見えるな。そうなんだぜ。この九十九里浜の北東端は、ここの旭市の屏風岬付近で、南端はいすみ市の台東岬付近となっている。そして、ここの気候を紹介しておくと、この場所は日本の太平洋側に位置する、地域の代表例であり、気温は南部の海沿いであるため温暖で、比較差、年較差は小さくなっているんだ。あまり上下しないわけだね。そうなんだ。そしてヒートアイランドの影響も受けず、冬は暖かく、夏は涼しくなっており、過ごしやすい気候となっているんだ。そのため避暑地及び避寒地として、訪れる観光客も多いんだ。へえ、そうなんだ。一方で、鉄道路線は、平野の西側を走っているんだ。そして、観光としては、やはりサーファーの聖地である海水浴場がある。他にもここの飯岡屏風岬展望館、シラスや、イワシなどの美味しい海産物があるんだぜ。ぜひ行ってみたいな。では、次に九十九里平野の地形を見ていくぞ。いよいよだね。九十九里平野の地形。では、九十九里平野を地形図で見てみよう。あまり凸凹はない地形なんだな。そうだね。では、この平野の地形を紹介しておこう。この地形は、地殻変動の点では、関東造盆地運動の終焉部に位置し、第4世紀後半における隆起地域に当たるんだ。北部では西への経動、南部では、北東への経動が認められるとされているぞ。一方で、これは九十九里平野の図となるのだが、この平野を流れる主な河川を述べていくと、南から順に、一宮川、名張川、真亀川、作田川、木戸川、栗山川、新川などが挙げられる。多くの河川が流れているんだね。そうなんだ。そして、いずれも内陸側から平野を横断する形で、太平洋に注いでいるんだ。ところで、どのようにこのような地形ができたんだろう？おお、いい質問だね。では、そのでき方を簡単に説明してみよう。
その前にこの地図を見てくれ。ほう、これは何なんだろう。これは約7000年前の千葉の様子で、この頃は、海水準が現在よりも約2、3メートル高い状態で、海は陸に入り込んでいたんだ。これを日本では縄文海進と言うんだ。そして、このように九十九里平野のあたりは、海の下だったわけだ。これがこの平野の形成に大きく関わっているんだぜ。ちなみに縄文海進については、この動画で紹介しているので、ぜひそちらもチェックしてみてね。そして、この平野は縄文海進で大地が削られ、その後の解体時にそこに砂が堆積してできた地形なんだ。ふむふむ、ということは、もともとは東の大地とつながる場所だったんだ。そうなんだぜ。そして、海水面が下がるにつれて、砂砂などの砂浜地形が形成され、少しずつできていったんだ。ちなみに堆積した土砂には、利根川河口から流出した土砂や、屏風ヶ浦等が侵食されて削り出された土砂などがあったと思われる。そして、平野全体では縄文海進以降の6000年間で、7から10キロの解体が起こったとされるんだ。その解体は昔の話ではなく、実際にここの九十九里町の海岸では、1967年までの60年間で、約200メートル解体したとされているんだぜ。やはり地形ってどんどん変化していくんだね。また、他にもこの平野の成立には、地震による隆起も関係していると思われる。地震によって、地面が隆起するわけだね。以上が九十九里平野の簡単な成立の成り立ちだ。しかし、もう少し詳細に話すと、海水面が下がり、平野ができると言っても一律に離水し、綺麗にグラデーションのようにできるわけではない。具体的に言うと砂浜海岸では、高波によって砂が打ち上げられ、陸側に高まりができるんだ。その後、海岸線が沖に後退すると、その高まりが内陸に残るんだ。そして、こうしてできた地形を浸底というのだが、九十九里浜は、この浸底が発達している場所でもあるんだ。では、もう少し微地形でこの場所を見てみよう。これは0から10メートルの間で、1メートルごとに色を変えた標高図だ。じっくり見ると、列状に微高地ができているのがわかると思う。むむ、確かに。そして、これらの列状の微高地は、かつての海岸線の跡となっているんだぜ。例えば、この九十九里町付近に近づいてみよう。こうして見ると、確かに列状になっているな。例えば、この辺りとか、一時期は入江だったのかもしれないんだ。なるほどね。かつての海岸線跡が見えるようだ。そして、これらの微高地を浸底と言うんだ。そして、この状態が平野全体に続くわけだよね。そうなんだぜ。では、九十九里平野全体の地図に戻るぞ。おお、戻ってきたな。ということで、浜包みが多い状態を、わかりやすく描いた地図を見てみよう。おお、なんだかカラフルな地図になったな。このオレンジやピンクなどの色がついたところが、浸底となっているのだが、このように九十九里平野には、浸底が発達しているんだ。そして、その形成年代によって色が分けられており、オレンジは第一砂泥群で6から4000年前にできたもの。ピンクは4から2000年前にできた第二砂泥群。そして、青色が2000年より後である、第三砂泥群となっているんだ。この図だと、列状にできているのが分かりやすいな。ちなみに、この浸底と浸底の間は、泥間湿地が泥で溜まっているんだぜ。そして、この列状にできた浸底が、平野の地割りや集落に関係してくるんだ。どのような関係があるんだろう？では、次にこの平野の特徴的な集落について見ていこう。九十九里平野の集落。これが、九十九里平野の衛星写真となっている、うっすらと列状の地割りが見えると思う。では、この辺りの一部に近づいてみよう。このように砂浜の背後には、集落が何列にも帯状に並んでいるんだ。ちなみに、これが平野の一部の写真となっている。この写真を見ると、列状の集落というのがよくわかるな。でもよ、どうしてこのように列状になるんだろう？それは、先ほど言った列状の微高地の上に、集落が立地したからなんだ。というのも、この微高地の高さは1メートル程度なのだが、わずかでも高いことで、高潮や津波による、浸水を避けやすくなるからなんだぜ。海が近くて低地となっている、この平野だからなおさらだよね。そうなんだ。そして、微高地の間は、低間湿地となり水田として利用されたんだ。低湿地としての土地を利用したんだね。そうなんだぜ。まさに地形を生かした土地利用だな。また、この平野の集落には、他にも特筆すべき特徴があるんだ。例えば、この九十九里町の空撮写真あたりを、国土地理院地図で見てみよう。おお、地図が変わったな。黄色っぽいところがさす砂丘地形で、微高地、集落となっている。一方で、黄緑のところは氾濫平野であり、低間湿地となっている。
先ほど言ったように、集落が列状になっているんだ。だ、確かに。こうして見ると、尾行地に集落があるのがわかるな。見事だなぁ。そして、低地は水田となっているのがわかるだろう。一方で、この辺りは青〇〇という地名なのだが、青岡、青神殿、青納屋という地名が、海岸に向かって一列に並んでいるんだ。南側にも〇〇納屋という地名、神殿、丘などの地名があるね。そうなんだぜ。こうした丘、神殿、納屋という地名は、他にも複数あるんだぜ。この地名が九十九里平野の特徴となっているんだ。これらの場所には、どのようなつながりがあるんだろう。これは、丘がもともとの母集落で、そこの住民が移り住んだ子集落として、神殿や納屋の地区ができたんだ。神殿地区は田を開拓した農民が住む集落、納屋地区は漁具を保管した、納屋に漁民が住む集落なんだ。こうした納屋から発達した集落を納屋集落と言うんだぜ。奥側の丘あたりに集落が先にできて、その後、海側に広がっていったんだね。そして、このように海岸に垂直な方向に、親戚関係のつながりがあるわけなんだ。そうなんだぜ。そして、この辺りは青村と言うんだ。海と垂直な方向には親戚のつながり、水平な方向には集落のつながりがあるんだ。横糸と縦糸で編まれたような関係になっていくんだね。そうなんだぜ。一方で、この周辺には他にも地形と関係するものがある。では、少し広域的にこの辺りを見てみよう。先ほど見ていたのはこの辺りだ。そして、次に見るのは、この辺りの漁港となっている。ほう、漁港と地形が関係しているのか。この平野のような解体の進む海岸は浅瀬なので、良好には恵まれないんだ。そのため、掘り込み式漁港というものが作られたんだ。その一つがこの漁港となっている。では、少し見てみよう。おお、地図が変わったな。先ほど言っていたように、ここにも納屋や神殿の地名が見えるな。そうだね。そして、ここに片貝漁港がある。掘り込み式漁港はこの形でわかるように、陸地を掘り込んで作った人工港となっているんだ。ちなみに写真で見るとこのようになっているぞ。興味深い形をしている漁港だ。また、この漁港付近は北側の屏風ヶ浦と、南側の大東岬の領海色外から供給された。土砂が集まってきて堆積し、海岸線が1975年からの9年間で、300メートルも沖まで後退したんだ。ひえー、それほど土砂が積もったのか。しかし、近年では海色外の護岸工事が進んだことなどで、土砂の供給が減り、砂浜の拡大はほぼ止まっているんだ。そして、先ほど言った品定と、定冠湿地も都市化が進み、変化が見られるよ。なるほどな。けれども地名や地割りに、しっかりと地区の歴史が残っているんだね。そういうわけだ。ちなみにここに伊能忠敬の出生地があるのだが、あの有名な伊能忠敬は、戸籍納屋集落の納屋番として、年少期を過ごし、後に測量の偉業を成し遂げたんだ。伊能忠敬とも関係がある場所なんだな。そうなんだぜ。そして、これは九十九里平野全体の写真なのだが、現在の海沿いの集落は、北東側では、背後の親集落の名に、浜をつけ、〇〇浜と呼ぶのが一般的となっている。例えば、北東側の一部を見てみよう。確かに浜という地名が多くあるな。一方で、先ほど見た南側では〇〇納屋と呼ばれるんだ。例えばここが先ほど見ていた場所だが、また、他にもこの辺りも同じように、納屋の地名が見られるぞ。少し寄ってみよう。確かに、ここなどに納屋の地名が見えるな。このように九十九里平野の地形と集落は、密接な関係があるんだ。ふむふむ、なかなか面白い話だな。では、次に九十九里平野の歴史を少し見ていこう。九十九里平野の歴史。先ほどまで見ていた九十九里町は、漁業の町であったんだ。この町は紀州片浦の漁民によって開かれた、片貝を中心に開けたんだ。へえ、そんな遠くとつながりがあるんだね。海でつながっていたんだな。そうなんだ。そして、この平野はイワシの町として有名で、古代には、大津な神の国と言われる勢力圏の一部に属していたんだ。また九十九里平野は、6世紀には、ヤマトタケルの御事の統制などの際に、通ったとされる地でもあるんだ。一方で、平安時代には、坂の上の田村麻呂などによる、蝦夷政党の拠点になった場所でもあるんだ。そして、中世には源頼朝についた、千葉市の支配下となり、その後、徳川家康が関東移封となると、大きな藩が置かれることなく、江戸時代を迎えるんだ。ちなみになぜ、九十九里と呼ぶようになったのかというと、源頼朝が大東岬から行部岬の間を、六町を一里とし、一里ごとに矢を立てたところ、99本に達したことからこう呼ばれた、という説が有名なんだぜ。距離がそのまま名前となったという説なんだね。
そうなんだぜ。そして、その後、江戸時代には紀州漁民が入植するようになり、紀州とのつながりを深めていくんだぜ。先ほど言った九十九里町の南部も、この時に紀州との関係を持ったんだろうな。そうだね。そして、九十九里町の南部を含めた部分は、地引き網によるイワシ漁などで繁栄するんだ。また、江戸時代の関東では、享保の大飢饉の際の、青木混用によるサツマイモ栽培が有名だが、この地はそのサツマイモの試験栽培が行われた、場所となったんだぜ。サツマイモも関係してくるのか。また、ここにある明覚寺だが、ここでは儒学や医学が講じられ、伊能忠敬などの優秀な人材を輩出した地となっている。しかし、明治時代になると、大型の漁船が必要となってきたのだが、先ほど言ったように、遠浅で砂浜海岸のため漁港が減り、農業や観光が産業の主体となっていったんだ。そして、この地は、多くの文人が訪ねる場所となったんだぜ。その中には高村光太郎や竹久夢二、徳富ろ香などの著名人がいるんだぜ。そして、現在は、海岸沿いに海水浴場が数多く整備され、夏は観光客で賑わう場所となっている。保養地としては国民宿舎をはじめ、宿泊施設などが並ぶ場所もあるんだ。サーファーの聖地としても有名だよね。そうだね。波質が良いことがその理由となっているんだ。ここの釣ヶ崎海岸に代表される、サーフスポットも数多く存在するんだ。以上が九十九里平野の歴史となるんだ。面白い歴史があるんだね。そうなんだぜ。では、今回の話はここまでとしよう。今回はこのように千葉が誇る、九十九里平野を見てきた。今後も各地方の地形などを、見ていけたら良いなと思っているぞ。それは楽しみだね。また、当チャンネルでは次回以降も、地理に関する動画を載せていくぞ。ぜひ高評価やチャンネル登録して、チェックしていってね。それじゃあ、またねー。またねー。